皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。人生初のダウンと、そこから挽回しての衝撃的な慶応劇。2024年5月6日に行われた井上尚弥 vs ルイスネリによる世界スーパーバンタム級4団体統一王座戦は、終わってみれば怪物、井上尚弥の圧勝で幕を閉じた。東京ドームで試合を観戦していた、怪物に出会った日井上尚弥と戦うということ。 著者の東京新聞、森屋井正則氏と、ボクシング専門 YouTube チャンネル、ボクシングボクシング、運営者、B、B&B 氏、が、試合を振り返りつつ、井上選手はさらに階級を上げるべきか、今後、見たい対戦カード、引退の仕方、などについて語り合った。衝撃、メイウェザーを取り巻く美女たちがグラマラスすぎて、本文中の写真は井上直也 vs。 練りりののものではありませんご了承ください。あまりに強すぎて、相手が弱く見えてしまうジレンマ。ボクシングボクシング以下、B&B、森山さんの、怪物に出会った日井上直也と戦うということは発売されてすぐに電子書籍で買って読ませていただきました。まだ、読んでない方も結構いらっしゃると思うので、どういう本なのかを簡単にご説明いただけますか 森合正則以下、森合私自身、ボクシングがすごく好きで記者になって、井上選手の試合について何度も記事を書く機会があったのですが、井上選手の強さをどうしても表現できない。試合中は取材にもかかわらず、すごく興奮して見ているんですよ。とにかく、とんでもない選手だな、と。ただ、いざ自分が原稿を書くとなると、その凄さを表現できない。 書ききれていないなというふうにずっと思っておりまして。B&B それは、井上選手があまりに強すぎるがゆえということですね。盛り合いそうですね。何か対戦相手が弱かったり、カマセイヌっぽく見えたりするような原稿になっていないかという思いがありました。そんな時に編集者から、だったら井上選手の対戦相手を取材してみたらどうですかという話をいただき。 そこから取材が始まりまりした。スパーリングをした選手を含めて最終的に10人の選手たちから話を聞きました。本の中では井上戦だけでなく彼ら自身の人生にもスポットを当てています。B&B 僕も YouTube チャンネル「ボクシングボクシング」でボクシングのことを取り扱う中で井上選手はやっぱり数字を持ってる人気ファイターなので取り上げる機会が多いんです。 確かに森山さんがおっしゃる通りで、どうやったらその凄さというか、強さを表現できるんだろうっていうのは、僕も四苦八苦しているんです。それでも、こちらは映像ベースのメディアなので、文字ベースの方が苦労は多そうですね。特に印象に残ってる取材とかってあったりします。森山井戸の選手もそれぞれにすごく思い出があるんですけど。 強いてあげるなら井上選手が初めて世界戦に挑んだ時の相手、アドリアン・エルナンデス選手でしょうか、試合は6ラウンド2分54秒、TKO で井上選手が勝利し、WBC 世界ライトフライ級王座獲得。メキシコの選手なんですけど、取材時は試合からもう8年が経ってたんですけど、エルナンデス選手はいまだに井上戦について振り返ったことがなくて。 メディアに話したこともない。私が取材に行った時も話すことに躊躇してるというか私に対する不信感というか何を聞きに来たんだよという感じだったんですよね B&B わざわざ負けた試合のことを聞きに来たのかと森あいえそれが話していくうちに徐々に打ち解けてきて全てをさらけ出してくれたように思います本を読んでいただくと分かると思いますが ボクシングというスポーツにおけるいっぱいの重みを改めて感じました。8年経っても、まだ彼は敗戦を引きずっていたので、なんかそういうのが忘れられないですね。B&B 基本的にボクシングファンのフォーカスは、やっぱり勝った選手の方に行きがちです。特に井上尚弥選手みたいなスーパースターだと、みんなそっちに集中しちゃいますけど、 ボクシングの魅力ってどんな人がどんな人と戦うかっていうところにあって、両方の選手を知ることでより深く楽しめると感じています。ですから井上選手と試合をした選手の目線から書かれた、ああいう本を読めたっていうのはボクシングファンとして貴重だし、改めてボクシングの深さというか、ファイターたちは人生をかけて戦ってるんだなって再認識できました。 森合いありがとうございます。B&B で、ここから5月6日の練り戦について話をしていきますが、すごい試合でしたね。森合いすごかったですね。私、B&B さんの YouTube で試合の解説をされている動画も見たのですが、ものすごく深いところまで分析をされているなぁと。B&B そんな風に言っていただけるとありがたいんですけど、森合さんの目から見て、どう感じられました 森合東京ドームの記者席で観戦したのですが、席がグラウンドの後方にあったので、ほとんどオーロラビジョンで見ているような感じでした。多分、会場にいらっしゃった大半の方も同じような状況で見ていたと思います。B&B ああいうフラットなグラウンドに椅子を置いていると、後ろの方の席ってかなり見えづらいですよね。 盛り合いそういう意味では会場でも大半の方がビジョンを通して見たわけですが、井上選手と練り選手の試合は、グラウンドの私はもちろん、2階席の一番後ろの人たちまで楽しめるような試合だったんじゃないかなと思いますね。B&B 僕はアメリカに住んでいるので、朝早く起きてテレビ観戦しました。テレビで見ていても、あの地鳴りのような声援というか、いやびっくりしました。 森山さんは、今までもいろんな試合を生で現地観戦されていると思いますが、それらと比べてもやっぱりすごかったですか。盛り合いというか、なんか今まで見てきたボクシング興行ではなかったです。ボクシングファンとして、やっぱり東京ドームで選手が試合するのは夢じゃないですか。別のスポーツの試合やコンサートなど、何度も東京ドームには足を運んだことがありますが、 ここでボクシングやれればいいなっていうのをずっと思い続けてきたので、感慨深いものがありました。その中でああいうファイトだったので、余計に。皆さん、試合が終わった後、すごくいい顔して帰ってたんですよ、お客さんたちが。B&B やっぱりそうですか。で、どうでした井上選手が初回にダウンをした場面。森合いや、もう自分も真っ白になってました。 オーロラビジョンに映っている井上選手が片膝ついてるシーンが現実に起こっているのか。何これ、何なんだろうっていう。ネリ選手に負けるのかっていうふうに一瞬頭をよぎって、うわーっていう。なんとも言えない感情でしたね。B&B 山中信介選手と試合でのストーリーがネリはあるじゃないですか。2戦して、1戦目はドーピング違反、2戦目は体重超過。 試合は2試合とも練り選手が勝利したものの、過根を残した。日本人のボクシングファンからしたら、あの時のことって忘れられないし、そこで井上選手まで負けちゃったらっていう。もちろん、練り選手が勝ったら、練り選手がすごかったという話なんですが、いろんな感情的な部分を考慮すると、井上選手にここで負けてもらうわけにはいかないっていう気持ちが僕の中にもありました。 森合い、私も山中選手と練り選手の試合は2試合とも取材していまして、やはり特別な思いというか、特に2戦目は自分がボクシングを取材してきて、最も嫌な気持ちで会場を後にした試合でした。井上選手にとっては、そういう過去のことは試合とは別物かもしれないですけど、ここで練り選手に負けるのか、というのが一瞬ちょっと頭に浮かんで、会場にいた多くの人たちも多分、 パニックになるというか、悲鳴というか。井上直弥と、ダウンという言葉が結びつかない。B&B そうですよね。僕は X もやっていて、ライブで試合の更新ポストをしていたのですが、ダウンした瞬間に、井上直弥がダウンってポストしたんです。でも、自分で書いてて、井上直弥ダウンっていうフレーズのパワーがすごすぎて、信じられない。 井上尚弥とダウンという言葉が結びつかないというかまさかダウンをするわけもないし負けるわけもないと思っていた選手なんでこれ夢なんじゃないかなとそのぐらいパニックになっていましたねだけどやっぱりあそこからが本当にすごかった森あ B&B さんが解説動画でおっしゃっていましたがモンスターの仮面が剥がれたと思ったらまたモンスターが出てきた まさにその通りだなと思いましたね。第2回記事、人生初のダウンを喫した井上直也が、インターバルの間にコーナーでやっていたこと、に続きます。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。